てのきままチャンネル特別編というわけで、私ですね、本日はとある場所にやってまいりました。体がなまってるということで、ちょっとね、体を動かしたいなって思って、運動といえば女子プロレスラーの倉垣翼さんだろうということで、運動しよう。やった、そんな心よく引き受けていただけるなんて、あーつけたおりゃで、運動ね、あれします。1,2ランニングをします。ランニング、俺についてきて、レッツゴー。あのこれまだトレーニングの始まりの前ですよね。始まりの段階ができた。もうすでになんかもうやり終わった感があるんですけど、これからなんですよね。これからだよ。進め、ファイヤー。それでは縄跳びやります。はい、ゆうかさん、縄跳びはできますか？普通に跳べると、小学生の時にはそれなりにできてたけど、それ以来やってないので未知数です。やってみよう。普通に跳んで、普通に小学生以来の縄跳びに挑戦します。せーの、あ、いいね、いいね、いいね。二重跳びは、二重跳びはできてました。あ、やってないってことか。はい、じゃあチャレンジしてみよう。やれば、できるか、見せてるか、いきます。あれ、あの、練習です。練習です。おー、一回はできた。すごい。じゃあ、プロレスタイムやる。お、まあ、ちょっと足が入ってきたり、お手本をお願いします。違うな。あの、両足ついていいんだけど、体重だけ右にかけるみたいな。あの、縄跳びが跳べる。あの、そんなこともありますよね。ね、はい、ちょっと待って。ちょっと軽く前に出すような感じで、この右に、左。これをやってみて、そう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 、まあ、そこまでこんなに行かなくてもいいけど、どんちょんどんちょん、前に出てる方に体重が、基本は片足、両全部ついてんだけど、さあ、こういうこと、はい、普通に飛びながら、両足で飛びながらの。そう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 、え、これ出てんの？そうそうそう、出てる、出てましたよ。ヒットができて、そしたらそれがちょっとやったところで出すって言われたら、早く回す速度早めて、まあこれは引っかかってもまた始めればいい。1年たったたたためっちゃ速い。だから最初普通に飛んで、右左から出す。ダッシュ、はい、はい、じゃあ行きます。あ、右左ダッシュ。それブレーキですか、今の？あの、そこでダッシュですね。そうそう、わかりました。オラが引っかかってみていいし、気になったらわかりました。はい、じゃあ行きます。はい、ダッシュ。Oh my god。 無理。じゃあダッシュだけやろう。え、そんな早く動かない、ね、真っ速度で、ここ固定の方が、固定で手首だけ回すみたいな。こう大きくしちゃうと絶対できない。この辺で。
10回、ひとつ年を取って自分が違うのよ。リズムがおかしかったよ。前に出てたし。その場でね。黙ってたけど気は過ぎる。失敗しても当然は残る。やだ態度。難しい。なんかすごい足上がった。そんなにあるね、動きがいついつい大きいよ。私ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。で倍速、そうそう、もっと早くもっと早く8、9。こうね、手首を早く回すのがそれがね、難しい。全然出てかかって、縄がすごい、縄がすごい、あんまり変わんない。その経験がやがて乗り越えれる風になる。ラートビやめた、もうやめやめやめ、終わりですか？終わりだそうです。ラートビもやめよ、もう終わり。はい、うまく進めない。トランプ来ましたね、やってください。いきます、せーの。おお、すごい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 、イエーイ、すごい。進め、ジャンプジャンプジャンプ、すごいすごい。やらせていただきます。俺はできないんだよ。じゃあ、これどうですか？言います。回して、回すね。すごい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 、進め。すごい怖い怖い怖い。はい、無理無理無理、だから普通のができないだって。あ、首慣れてきた。すごいすごいすごい、前に首で言ってたやん、首慣れてきた。無理無理、あれもあんだね。無理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 、楽しい。これナトビやって。あ、これで、転ばない。お、いいねいいね、おっそいいねいいね。あ、やっぱそれが、うわあ、すごい、信じられない。イエーイ。ダメだ、もうやめよう、そういうの。終わりですか？うん、終わり、終わりだそうです。一つ年を取った自分。はあ、つまさん今日はありがとうございました。私のお疲れ様でした。ね、もう わがままというかね、運動に付き合っていただき、うんうん、ね、ありがとうございます。本当に、なんかおかげでね、なんとなく体がちょっとほぐれたようなね、うん、自然の中での運動は最高だよ。うん、最高です本当に。有酸素運動ね、最高でした。イエイ、イエイ、ありがとうございます。あの、このお礼は今度ギターの、あー、はい、頑張ります。弾き語りができるようにね、コードシーンじゃなくて曲ができるように曲を弾けるようにね、いずれも頑張ります。はい、ぜひお願いします。というわけでね、私そろそろ帰りますんで、これ見て、うんうん、ありがとうございました。はい、帰ります。あれ、あの、あれ、あそこにさ、はい、フラフープあるからさ、はい、相撲取ろうよ。え、あの、相撲ってか土俵ちっちゃくないですか？これ無理ですよ。ダメかな、これ。叶えた時点で2人ともはみ出ますね。あそこはもう入ってない。あ、じゃあ、あれにしよう。
シリーズモーにして。シリーズモー。うん。ちょっと入ってみますね。まあ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 。あ、まあまあ大丈夫ですね。よし。相撲対決、よーい、スタート。イエーイ。あの待って悔しい。もう一回お願いします。もう一回お願いします。私こんなもんじゃないから。はい、こんなもんじゃないから。はい、じゃあ来て、いきますよ。はい、せーの。うおー、ちょっと私が立ち上がった。あの強すぎますよ、スワッさん。スワッさん強すぎますよ。もう一回、もう一回やった方でしょ。あのなんか勢いで壁みたいな。壁が強かった。やわらずな。はい、自爆自爆。こんなこといきますよ。はい、せーの。うおー、うん、はい、うん、おーね、おー、いいね。せーの。キャイン。あっ、あっ。ダイだって、ダイだった、ダイだって、ダイ。で最後にキャインで終わる。で最後にキャインで終わる。せーの。キャイン対決やるよ。せーのでやるんだよ。もう絶対強いもんだって。分かる、分かります、分かる。じゃあいくよ、せーの。キャイン。イエーイ、オラの勝ちだ。よし帰ろう。なんかもやらんでもいいのに。帰るぞー。ファイヤー、ファイヤってた。時は過ぎる。失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残るわ。悔し涙でも種は育つ。ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで。その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹くわ。うまく進めない時、応援という風が吹く。って時は過ぎる。失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残る。